はい、どうも、皆さん、こんにちは、アノチェス。ということで、皆さん、鬼滅の刃、遊郭編じゃなくて、刀鍛冶の里編、発表されましたね。いやー、もうアニメ3期で来るということで、いやー、ちょっと、マジで楽しみなんですけど、いやー、このね、時任無一郎くんのね、キャラクターデザイン見てください、まずね。これちょっとさ、クオリティやばいというか、原作よりも、よりね、なんかちょっとこだわりが感じられる、まあ、キャラクターデザインになってますよね。なんかこの、刀の感じとか、腰の感じとか、姿勢っていうところで、すごくこだわりを感じるというか、あれと、本当に剣士っていうか、もう火の呼吸の使い手の剣士って、こういう感じのね、まあ、姿勢をするんですよ。うん。だからそこにね、ちょっとこだわりがあるというか、まあ、無一郎はね、確か火の呼吸の使い手ではなくて、まあ、霞の呼吸なんですけど、確かそういうね、血を受け継いでるみたいなね、パートがあった気がしたので、まあ、そういったこだわりがね、まあ、もうこのキャラクターデザインというか、まあ、もうこのビジュアルからね、見れるよということで、相当ね、刀鍛冶の里編、結構クオリティが高いアニメになるんじゃないかなと思っております。いや、本当に、で、顔もめちゃくちゃね、変わったというか、かっこいいですね。うん、前のね、柱集結の時よりも、圧倒的にちょっとね、雰囲気が変わったようなね、感じの無一郎くんということで、いや、これ結構楽しみかなと僕は思っておりますね。はい。刀もかっこいいですね。はい。で、続いてですね、まあ、甘露寺光さんということで、いや、これちょっとやばいっすね。これもね、姿勢がやばいというか、もう甘露寺さんならではの、まあ、姿勢というか、女性の、まあ、体というか、フォルムなんですよね。で、まあ、甘露寺さんね、もうちょっとやばいなと思ったのが、このもう剣をね、抜いてまして、もうふにゃふにゃしてるんですよね。これまあネタバレじゃないのって思ったんですけど、いやもう甘露寺さんの剣がね、おかしい。剣がおかしいっすね、なんか。無知みたいになってますけど、これちょっとね、アニメでどういう感じで描いてくれるのかっていうところね、ものすごく楽しみですよね。いや、これでもね、原作と違って、アニメ刀鍛冶の里編って、多分相当映像として面白いものになるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、原作でね、そんなに刀鍛冶の里編って好かれてはいないんですけど、ただですね、僕はですね、アニメでこの辺化けるかなと思ってまして、まあ、遊郭編のクオリティを見てるとですね、まあ、刀鍛冶の里編はね、まあ、相当化けるというか、このね、戦闘シーンっていうところの、まあ、相当多分、ほんとすごいものが見れるというか、もう日本アニメのね、伝説に残るような、まあ、そんなものが見れるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。だからまあ、それがすごく楽しみだということでしてね。まあ、そしてですね、まあ、甘露寺光さんといえばね、まあ、お風呂シーンがあるよということで、まあ、全人類待望のね、まあ、お風呂シーンがあるんですけども、そこがめちゃめちゃ楽しみだし、いやもうちょっとさ、アニメだとさ、ちょっと甘露寺光さんさ、おっぺーがでけえのよ。おっぺーがでけえ。これ大丈夫なん？小学生は見れるん？で、しかもさ、もうすでにさ、このキャラクターデザインからさ、もう結構ケツのフォルムが危ないんですよ。もうちょっとね、UFO さんね、限界を突き詰めすぎてね、もうちょっと甘露寺光さんがね、ちょっと結構危ない状態になってんですよね。もう結構エチエチなね、感じになってますし、まあ、そこってところもね、僕はすごく楽しみだし、甘露寺光さんはね、花澤香菜さんが声優ということで、もう僕のほんと大好きな声優さんなんですよね。で、もう本当にすごく大好きで、もう一番好きな声優さん誰って言われたら、もう花澤香菜さんと答えてしまうぐらい僕はね、花澤香菜さんが本当に大好きなんですよ。もうだからワンチャンね、主題歌オープニングもね、もう甘露寺さんの声優の花澤香菜さんがね、まあもう歌ってほしいなと思ってるんですけども、恋愛サーキュレーションでいいかなと思ってるんですけど、いや、それぐらい本当に好きな声優さんなんで、もうマジで楽しみですね。皆さんも楽しみだと思います。はい、もう本当に楽しみです。これはもう、えぐいっす。マジでえぐいてって感じです。でですね、まあ、刀鍛冶の里編のね、まあ、続報なんですけども、続報に関しましてはですね、まあ、こんな感じでアニメ3周年イベントがですね、まあ、4月に開催されますよということで、まあ、ここでね、まあ、発表されるんじゃないかなと思っております。何かしらね、続報っていうのがね、発表されるんじゃないかなと思っております。あとね、結構ね、アニメ化発表するの早かったんで、まあ、放送日に関してなんですけど、放送日はですね、まあ、結構早いかなと思ってますね。思ってるより発表が早かったので、まあ、今年の冬もしくは来年の春あたり、想定していたんですが、まあワンチャンね、秋あたりからもう放送っていうのね、まあ可能性もありますので、まあその辺結構期待ですね。まあね、こんだけもうクオリティの高いキービジュアルというかキャラクターデザインをね、もう出せてるということなので、まあまあまあもう刀鍛冶の里編っていうのは手つけてるというか、まあ制作進んでるとは思うんですよね。まあということでね、秋
ぐらいにはねワンチャン見れるよということで楽しみにしておきましょうかね。うん、まあ去年とでもまあ発表するタイミングとしては同じなんですけどね。まあ去年も遊郭園はこのねちょうど2月の14日、まあ13日だったんですけど、まあ2月の14日にね、まあ、発表されたということで、去年と全く同じ日にね発表したので、まあそれ考えるとですね、まあ妥当な線としては12月からのね、まあ、放送なのかなと僕は考えております。はい、まあその辺ね結構楽しみかなと思ってます。ただですね、まあ無限列車編よりもスパンが早かったので、まあそれすごく嬉しかったですね。はい、ということで、まあそんな感じアニメ3期ね、すごく楽しみなものとなっております。で、まあ来週からですね、私のチャンネルではですね、まあ刀鍛冶の里編についてちょっと触れていこうかなというか、まあいろいろね、まあ予想だったりとか、まあそういったね細かい動画ね出していこうかなと思っているので、まあぜひぜひ今後も皆さんねチャンネル登録と高評価をして、まあ皆さんぜひぜひ動画をね待っていただけたらなと思っております。ということで、まあそんな感じで、まあ来週からね、またね、頑張っていきましょう。ということでね、まあ皆さんのねコメントなんかもお待ちしております。はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、ありがとうございました。鬼滅の刃公式さんありがとうございました。はい、楽しみです。